2試合連続弾の三オ薫、ブライトン地元メディアで最高評価、なんて選手なんだ、最高の輝き、プレミアリーグに試合連続ゴールを挙げた日本代表、MF、三オ薫は、ブライトン地元メディアで最高評価を獲得している、今期からプレミアリーグでプレーする三笘、シーズン途中でロベルト、で、ゼルビ監督が就任すると先発出場の機会を増やしていき。 11月9日のアーセナル戦、リーグカップ。3、1、でイセキ初ゴールを奪っていた。そして日本代表としてカタール。ワールドカップを戦った後プレミアリーグ再開初戦となったアーセナル戦。2、4、でリーグ戦初ゴールを奪った。さらに続くエバートン戦。4、1、でも見事なワンタッチから先制ゴールを奪い、2試合連続でネットを揺らしている。 この活躍に現地でも称賛の声が集まる中、サセクス、ワールド、ワブライトンの各選手を採点。ミトマは10点満点中。9。とチーム単独トップの評価を獲得している。なんて選手なんだ。またしても最高のパフォーマンス。エバートンのは下サイドバック、パターソンを翻弄していた。ダイレクトランから冷静なフィニッシュで先制ゴールを奪っている。惜しいシュートを外してしまったシーンもあったが。 再びブライトンで最も輝きを放った。またスカイスポーツも2点目を奪った18歳のエヴァン・ファーガソンと並び8位と最高タの評価を下している。